ここも勝ち、ここも勝ち、ここも勝ち、このように簡単に練習をすることができちゃいました。そしてこのチャート上ではこの14箇所のポイントのうち11のポイントで勝つことができて、トータルで46万7500円の利益になりました。この手法を活用して短期トレードを制したい方は必ず最後まで動画ご覧ください。さらにこの手法で使用するインジケーターのベストな設定数値を限定で教えちゃいます。知りたいっていう方はぜひこの動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加して、ガリレオとカタカナ4文字でキーワード送ってきてください。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。この前 LINE 登録者の方の道永さんからおすすめのドラマとして福山雅治さん主演のガリレオシリーズを教えていただきました。当時月9で放送していたことは知っていましたが、実は見たことなかったんですよ。映画も3本ぐらいあるらしいですが、まずはテレビシリーズを2シリーズ分見終えたいと思います。他にもおすすめのドラマなどあれば LINE で教えていただけると嬉しいです。はい、では本題に入りましょう。本日は海外在住のプロトレーダーさんから教えていただいた荒稼ぎ順張り手法を紹介していきたいと思います。この手法、私が親しくさせていただいているトレーダーの方から教えていただいた1分足の手法となるのですが、はっきり言って削除覚悟レベルの手法と言ってもいいほど圧倒的に大きな利益を出せる手法になっています。実際にこの手法を活用された LINE 登録者のメグさんからこのような連絡をいただきました。ヤッホーかなこちゃん、そういえば以前かなこちゃんが教えてくれた手法でトレードを行ってみたんだけど、1時間で合計9箇所のポイントを見つけて7勝することができたよ。トータルの利益は24万円くらいかな。でもこんなに利益を出せると思わなかったからすごく嬉しい。これからもトレード頑張るね。ということで、こちらのメグさんはバイナリー歴半年ほどの方なのですが、なかなか利益を出せず悩まれていました。ですがこの手法を活用するようになってからは連勝街道を突き進んで、今では30万円ほどの利益も出せるようになっています。そして実際に私もこの手法を活用して1時間で50万円ほどの利益を出すことができています。しかも使用するインジケーターは RSI の1つだけなのですが、挿入方法や設定数値がかなり重要になってきます。メグさんみたいに連勝街道を突き進みたい、短期トレードで今の資産を10倍100倍と増やしたい、この手法で成功体験を作りたい、そんなあなたは必見の内容になっているので、必ず最後までご覧ください。はい、では説明していきます。冒頭でもお話しした通り RSI のみを使用していくのですが、今回は2本のメイン線を表示させて使用します。まずは1本目のメイン線を挿入させていきましょう。挿入をクリックしてインジケーターを選択、その中にあるオシレーターから RSI を選択、設定数値の入力が完了したら OK を選択して挿入完了させます。これで1本目のメイン線の挿入は完了になります。次は2本目のメイン線を挿入していきましょう。こちらのメイン線は1本目のメイン線と同じサブチャートに表示させるので、先ほどと挿入方法は異なります。まず画面上にある星型マークのナビゲーターをクリック、次にインジケーターの中にあるオシレーターから RSI を選択、その後1本目のメイン線が表示されているサブチャートの上にドラッグ&ドロップ、設定数値の入力が完了したら OK を選択して挿入完了させましょう。これで2つの RSI の挿入は完了となりますが、 RSI を挿入したことでサブチャートに上下で2つの点線があると思います。この動画内では上の線を A 線、下の線を B 線として解説を進めていきます。また今回使用する RSI のベストな設定数値は私の LINE 登録者の方限定で共有をさせていただいているので、概要欄から私の LINE 必ず登録してガリレオとカタカナ4文字でキーワード送ってきてください。はい、ではここからエントリーポイントを解説していきましょう。ハイエントリー、ローエントリーともにエントリー条件は2つあります。まずローエントリーから説明していきます。その1、サブチャートに表示されている A 線よりも上に紫の RSI のメイン線が推移していることを確認します。その2、紫のメイン線が緑のメイン線を上から下にブレイクするデッドクロスを起こしていることを確認します。その際なんですが、緑のメイン線は A 線を突き抜けたり
タッチしなくても問題はありません。これらの条件が確認できた箇所のロウソク足が陰線であれば次足でローエントリーを行っていきます。こちらのチャートですとここの箇所ですね、 A 線より上に紫のメイン線が推移していて、緑のメイン線を上から下にブレイクしてますね。そしてここの箇所のロウソク足は陰線なので次足ローエントリーで勝つことができています。はい、では続いてハイエントリーの説明を行っていきます。その1、サブチャートに表示されている B 線より下に紫のメイン線が推移していることを確認します。その2、紫のメイン線が緑のメイン線を下から上にブレイクするゴールデンクロスを起こしていることを確認します。こちらもローエントリー同様に緑のメイン線は B 線を突き抜けたりタッチしなくても問題はありません。はい、これらの条件が確認できた箇所のロウソク足が陽線であれば次足でハイエントリーを行っていきます。こちらのチャートですとここの箇所ですね、 B 線より下に紫のメイン線が推移していて緑のメイン線を下から上にブレイクしてますね。そしてここの箇所のロウソク足は陽線なので次足ハイエントリーで勝つことができています。ではここのチャートのエントリーポイントすべてに垂直線を引いて確認していきましょう。はい、線を引き終えました。全部で7箇所のエントリーポイントがありましたが、このように5箇所で勝つことができています。いかがでしょうか。この手法を活用することで簡単に連勝を積み重ねることができますし、1周分の利益を短時間で獲得することだってできちゃいます。ぜひこの手法を活用して短期トレードを行ってみてはいかがでしょうか。また今回使用する RSI のベストな設定数値は私の LINE 登録者の方限定で共有しています。この動画の概要欄にあるリンクから私の LINE を追加してキーワードガリレオとカタカナ4文字で私の LINE に送ってきてください。また今後もあなたが資産構築を進めていくサポートを私なりにさせていただきますので、私の YouTube チャンネルのご登録、公式 LINE へのご登録、ベルマークのクリックやコメントでの応援メッセージなどいただけたらとっても嬉しいです。また投資やバイナリーに関してわからないことがあれば絶対にそのままにせず、お気軽に私の LINE にメッセージ送ってきてください。バイナリー以外でのメッセージもどしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。